はい、こんにちは。積分係数能力検定、第1回目ということで、問題やっていきましょう。今から問題を2問、書いていきますので、その問題を、皆さん動画を止めて解いてください。1問目が、インテグラルの、不対積分ですね。2x5 乗足す、なんだ ?3x、まあ最初はもう簡単です。はい、足す 1dx、はい、やってください。2番が、どうしたっけな、x2 乗ルート x プラス x ちゃうな、3倍の、x の3分の1乗とやってください。簡単ですね。はい、どうぞ。はい、じゃあ解説していきます。まず、第1問目ですが、まあ、これはあの多項式だけですから、積分していきますね。様式イコールでもういっちゃいますね。イコールですが、まあ簡単ですね。2x5 乗を微分する、あ、積分するんで、6が下に入ってくるんで、まあちょっと丁寧にいくと、まあちゃんと、一回ね、最初なんでね、もう基本に立ち返る気持ちで、肩の2を1つずつ下ろしながら、肩の2を1つずつ増やして分母に入れながら、やっていくと。で、積分定数 C ってことですね。で、あとはまあこう約分、はい、もういいですね。はい、 OK です。はい、次いきます。2番は、ちょっとややこしくなりましたね。でもやること一緒です。はい、こういうのをこれ、まあ、絶対できると皆さん思うんですけど、スピーディーにできるってこと結構重要だと思いますね。はい、まず、まあ、一つの方針としては書き直す、一回多項式みたいな形に書き直すってことで、 x2 乗ルート x ってよくよく見ると x の2分の5乗であるなというふうに見る。で、3分の1乗そのままでいいですね。というふうに、指数で全てまとめて書いてしまうと、あとは、割と何も考えずにやったらいいので、2分の5に1足すと2分の7ですね。で、2分の7の、まあ、分数に入れるわけなんで、2分の7の逆数ということで7分の2が入ると。大丈夫ですか？こういうの怪しい人はしっかり確認してくださいね。で、これは3分の1に3分の1足す1だから3分の4の逆数が入る。4分の3が入りますから4分の9がここに来ますね。3かけて。はい、結構はしょりましたね。大丈夫ですか？まあ、ちゃんとこれ微分して元に戻るってことをしっかり確認してくださいね。これ微分したら x の2分の5乗になるし、これ微分したら3分の4が入って消えて消えて3だけ残って肩の2が1つ置いて3倍の x3 分の1乗となりますから、結果一緒です。よくです。はい、以上です。次行きましょう。お疲れ様でした。